オッケーですか。じゃあ行きます。よーい、スタート。はい。今日の練習ですけど、基本的に 5000m の回転手さんが3分35から40の間で、しっかり走ってもらいたいなと思っているので、まあ、それ以上に上げない感じでいきたいなと思うんで、そこをフォローする感じで水木が、まあ、3分35から40の間で 3000m 1本目行ってもらって、回転しっかりしていくと。で、リカバリー400でつないでまた3000で、回転が効いたところからペースアップするような。で、花は2000日本で参加で、1000m 行ったところから行って、リカバリーは400で、400待ってるつもりです。で、今日は様子見なんで、一度ついてしっかり走ってください。水木さんが煽ってくれればいいんで、はい、よろしくお願いします。2本目ね、2本目。2本目の後半、2人きりになったら煽ってもらって構わないんです。でも、もっと煽られるかもしれないから、飯沢さんが。はい、あとはプラスアルファは任せますんで、よろしくお願いします。じゃあ頑張りましょう。お願いします。もう50ぐらいですか。3分から30、はい、早すぎないようにね、ゆとり持っていけるように。86でいいよ、86で。最後の選手です。最後の選手っていうか、勧誘して採用してけど、もうその時抜けてたんで、本当の最後ですね、多分。勧誘した最後の選手。あれ、マネージャーですか？子供ですか？橋本さんの。マネージャー。マネージャーです。すいません、失礼しました。はい。新卒ですか？大卒。あ、新卒じゃない。どこの子ですか？全然、あの、陸上と関係ない。少年みたいな感じだった。野球のマネージャーだった。野球部だった。昔国連のマネージャーもそうでしたね。結構そういういい感じですね。スキルはいろいろある。世話役ってことで言えば完璧かもしれないですね。世話役ってことで言うとすごいですね。3分40ちょっと切るぐらいでいいからね。あ、余裕持って余裕持って。西澤さん引退ですね。もったいないですね。西澤さん、ね、この間もう手振りながら走って2時間36分だったんで、また始めなしたらどうだったのかなと。もう完全に、あ、引退っていうか、あの、大学行くんで、あの、研修制度使って、はい、短大に行って栄養士の資格取る感じで、でまだだからインカレとか出るみたいですけど、いやでもこの間最後の走りはあれ2時間32、3分では走れたんじゃないのかなと思うぐらいですけど、ね、頑張ってたね、はい、まあ、よくやりましたよね。まさか2時間36分で走れると思わなかったですけど、40分は切れるなと思ってましたけど、でも駅伝とかに乗ったら結構安定してた。まだ全然見てですが、全員がマーガレット抜きで16分40ぐらいで走れるんだったらっては思ってますけど、なんか駅伝の料金改定の話があるじゃないですか。あれ詳しい話聞いてます？まだ聞いてない。なんか全然噂レベルですけど、なんかすごい高騰するような話をしてますけど、よくわからないです。ちょっとね、リリースが下手くそです、はい、あれでも結局なんか参加しても意見言えないとか言ってたじゃないですか。だからもうよくわからないですよね。はい、90、91、92秒後。はい、大切に大切にじっくりいくよ。今何秒？ 85？ あ、今で一緒何秒？はい、もっと余裕持っていいよ。
い、十分十分、余裕持って余裕持って、あ、鼻もしっかり動いてるよ。こんにちは。おー、こんにちは。あのアップルパイは有名らしいじゃん。いや、有名っすよ。あれ何、将来フランチャイズで店出すの、お前が、まあ、そういう感じなの。え、あれって一応フランチャイズってんだの。なんで知らねえんだよ、お前。買いに行きます。この間も行こうと思ったけど、あの静岡から帰り疲れはったからまた今度にしようとか言って、うちの奥さんなんか超有名だよこれとか言ってた。ただで持ってきてくんないのかなって言って、でも俺それもらってないよ。俺んち持ってきてくんないと。え、そこのユニオンを作って走らないの。今ちょっとあの誘ってます。誘ってるってか、会社に交渉してんの。そうだよ、せっかくだったらいいよね。 うん、頑張って。はい、あ、余裕持ってよ。3000からだからね。こんにちは。山口くんだよね。山口くんって言ったよね。あ、来てます。ずいぶん早く来てた。俺失敗した。3000から400一人になっちゃうな、一回な。やるって言ってた。あ、はい。はい、リラックスリラックス。まだまだ使わない、力使わない。あ、鼻そこ粘るよ。はい、トップ。選手です。今日はフェスト1万5000を3分10ぐらいでやるそうです。はい、いいペース。まだリラックスするよ。88までが今日の範囲だよ。はい、粘るよ。
はい、ここをしっかりため作って。はい、ザーちゃんありがとうね。はい、まだしっかり余裕を持って気持ちに。はい、ここ粘るとこだよ、粘るところ。あ、こっち、どっちでもいいよ。 2000m だから次も間に合えば。本当はその場でよかったけど。まあいいよ、 200m 走る。かえでー、そこ粘んないと。はい、最初の貯金があるから、あと600、あとここ400粘ればなんとかなるから、あと1周粘ったらラストしてんだよ。どんな話ですか？全然ないです。なんかもう対応しますで、移籍先がよく分かんないのがたくさんあってよく分からないです。どういう情報がどう流れてるのか。なんか女子の対応多くないですか？でも選手何人取ったんですか？ああ、でもいいですね。引退はいるんですか？はい、はい、花もしっかりついていくよ。さあ、カイデラスト戦、意地見して、意地。はい、しっかり出し切るよ、後悔ないの走るよ。どのぐらい行ってる？今どのぐらい行った？26分なんで、さっき3分40以内だったら18分。はい、さっきの線は何分ぐらい？41？ あ、でもギリギリぐらい。お母さん、後ろから追っかけてって。はい、後ろから背中を押していって、楓。押していいですか？うん。いいよ。はい、リコ花いいよ、よく動いてるよ。さあ、カエデ！意地で頑張るんだよ！
はい、ナイスね。いい感じで動いてるよ。今日夜くん残して終わるよ。気持ち上げるぐらいでね。はい、よく粘れてる。楓、あと一周。楓、出さなきゃダメだよ、出さなきゃ。さあ楓、あと一周だよ、あと一周。あと一周だよね。ペース上がってる？上がんないっす。腰やれちゃったんで。楓！楓、ラスト出せ！はい、ナイスペース。はい、走り抜ける。はい、ナイス。はい、お疲れ、お疲れ。はい、ファイト。こっちはあと何メートルでゴールだ？こっちはあと何メートルでゴールだ？あと一周？あ、そっか。6400でゴールっていうことは、ゴールこっち？ゴールこっちだね。あ、いいペース、いいペースよ。ザワちゃん普通に強いな。余裕だな。あ、そのぐらいのペースだな。3分40ぐらいなんだ。でもマラソン負けたで。しかも名古屋も話した。名古屋も走ったでしょ。名古屋何分出したの？さすがにサブ3じゃなかったんだ。走ったの？何分で？いや、普通になんかでもあの黒田勇気がタキシードで迎えるやつやってたらしい。黒田に迎えられたくねえだろって言ってた。抽選で当たったらしいよ。マジか。ティファニーをあれ、あかりさんに渡したら嫌だなあいつな。なんか結構治療行った時タキシードやってましたね。あれってあれなんですか？あれって
なんか当たりにくいんじゃないの。だって3万人ぐらいの女子の技選手すごいよね。すごいノーメイクの3分2時の傘3分3時上がってんの。ああカオスさんが3分半か。バカにしてんでしょ。もうタキシード着たことないからな。強いね高前。高前強いじゃん。余裕そうだもんね。かっこいい足がある。足が残ってるとか。かっこいい余裕かっこいいこと言いますね。お疲れさー、ナイスザーチャーありがとね。あと着替えたらダウン60分ジョッグしっかりしてください。お願いします。